藤川スルーパスチャンスだ北九州こぼれて押し込んだ同点北九州巻いてくるどうだ決まった同点誰を使うか中央へ決まったさあ高田ムサカです右サイド佐藤亮を見ましたそして佐藤亮へ佐藤亮決まったー高澤通りました鈴木の裏高澤切り返して横へ佐藤のシュート決まりましたー前川が預けてクロスボールヘディング決まったは小さくありません取り返した平山マイナスのパス佐藤先制点うまく角で入れたそして井野シュートは佐藤亮